昨日感染が確認されたのはいわき市と郡山市で30人ずつ、それに福島市で21人など、県内18の市町村と県外で合わせて108人です。これで県内の今月の感染者は1943人となりました。入院は380人で、病床使用率は 59.7% とステージ4の状態が続いています。感染が急拡大する郡山市は、早ければ今日にも県に対しまん延防止等重点措置の適用を要請する方針で、午後に会見を開いて説明することにしています。郡山市が対象に追加されれば、いわき市に次いで県内2例目の適用となります。